台風も過ぎ、暑さも少し和らいできました。そろそろ秋冬野菜を植えていこうと思います。あらかじめ作っておいた畝にマルチをかぶせています。ここに白菜を植えていきます。品種は金賞2号、義心75、それぞれ8株ずつ、どれも中性種です。植える位置を決めていきます。株の間は50センチ空けています。ちょっと広く見えますが、白菜が大きくなっても日光が当たります。苗を植えていきます。普通1カップに数本の苗が生えていますが、ある程度成長してから間引きをしていきます。市販のマルチカッターよりハサミの方がマルチを切りやすいと感じます。隙間を作らないよう、畝の土で苗をしっかり固定していきましょう。苗を植え終わったら、次は防虫ネットを設置します。用意するものはマルチ押さえとピン。あと U 字型の支柱、洗濯バサミ、そして防虫ネットです。支柱から設置していきます。防虫トンネルは長いので、途中でたるまないよう畝の真ん中にも支柱を立てます。
次にネットを張っていきます。最初は洗濯バサミで仮止めした後、ネットを広げていきます。反対側もネットをピンと張って洗濯バサミで仮止めします。次にマルチ押さえとピンでネットをしっかり固定します。この時にネットをピンと張りながら固定しましょう。ネットの左右は洗濯バサミで固定します。反対側も同じように固定します。支柱と支柱の間は隙間ができやすいので、マルチ押さえで固定しておきます。完成です。これで鳥、猫、蝶々なんかは防げます。アブラムシの侵入もある程度は防ぐことができます。ポイントはこのマルチ押さえです。ここをしっかり固定しないとネットがたるんで風で飛ばされます。